彼の隠れた才能。平野史洋、YSL アンバサダー就任に込めた驚きのプロジェクトとは平野史洋、アジアの香りが世界を魅了する、イヴ・サンローランの新たなアイコン。都内で開催された、イヴ・サンローラン豪邸、アジア、アンバサダー、就任会見にて、平野史洋が輝かしい笑顔を見せながら舞台に登場。同事業部長のジャロンチャン氏は、平野を称賛しつつ、なぜ彼を起業したのかについて熱く語った。 フレグランス、愛好者としても知られる平野は、どんな時に楽しんでいるかと言われると、ずっと楽しんでいます。匂いフェチなので、身の回りに常に香りがあると安心するんですと明かし、このような緊張感のある場でも好きな香りがすると自分のペースに持っていける気がするので、僕はフレグランスを手の甲につけてるんです。オーバーアクション気味なので、こうして手ぶり身ぶりするときにも香る、笑い、あとは足首につけたりもしますと、 彼ならではのこだわりを語った。平野は会見で子供の頃から憧れているブランドでしたので、その世界観に入れるのは光栄と感慨深く語った。そして今年元旦に結成されたナンバー、愛としてのデビューに触れ、今年はいい意味で裏切りをしたいなと思っていて、1月1日にナンバー、愛としてデビューさせていただいたというのもあるんですけど、僕自身26歳になり、 子供の頃に思っていた大人としての姿になって,ているのか不安もあるんですけど、笑い。30代に向かって魅力的な男性になっていければ、今年は自分も見たことのないメイクにも挑戦していきたいと、新しい挑戦への意気込みを披露した。その日、平野が出演する YSL アイコンリップ、ルージュ、ピュールクチュールの新ウェブ CM も発表。完成した CM に平野は自分なのかなって思うくらいクールな仕上がりといい。 初めてのビューティー系コマーシャルについてどうなるのかなと思っていたんですけどいざ出来上がってみると本当にかっこよくて新鮮でしたと大いに満足げさらに平野は撮影に向かう前にメイクをして最後にリップを塗ったんですけどその瞬間に自分自身の気持ちが高まってくるのを感じましたと撮影を振り返りトイレでメイク直しをする人が多いと思うんですがこれはみんながいる前でどうぞ ご覧くださいと流し目で塗っているところを見せたいですねと、新たなビューティーアイテムへの愛情を熱く語った。同事業部長のジャロンチャン氏も、彼と初めて会った後、私はチームに、彼は世界に羽ばたくアイコニックスターになると言いました。彼は大胆で力強い存在感を持った生まれつきのスター。ただそれだけではなく謙虚で、引力のように人を引きつけると語り、平野さんの妥協を一切許さない新たな一歩は、 彼が世界への階段を歩み始めた証拠。YSL ビューティーのコンセプトを体現できる唯一無二のアンバサダーとアンバサダー就任に太鼓板を押した。彼の存在感、華やかさ、そして進化する魅力についてのコミュニティの声も多数寄せられている。一方で、ファンからは、彼の魅力は世界に通じると思いますので、アジアでの CM 展開、そしてアジアでの活躍から世界へ、どんどん羽ばたいていってほしいです。彼の活躍がナンバー。 愛の窓口となり、三人の魅力が広がっても行く気がしていますといった期待の声も上がっている。YSL のアンバサダーとして、平野が広げる新しい扉。その先には、彼自身の成長とともに世界が待っているようだ。